ハースは、ルーマニアの人工衛星打ち上げロケット。ヨーロピアンルナエクスプローラー計画の一環として、ルーマニアの民間宇宙飛行団体であるアルカスペースが、グーグルルナー、エクスプライズと彼らの有人宇宙飛行計画に向けて2010年現在開発を行っている。ハースは、アメリカ合衆国による1950年代のロックウン実験と同様、 高高度気球からの打ち上げが行われる設計で、ハースに2は航空機からの発射で、ハース s 2ビットは地上発射式の弾道飛行ロケットで、スーパーハースは地上発射式軌道周回ロケットである。燃料は火酸化水素と歴性を使用する。ハースの名は最初に多弾式ロケットに関しての著作を表し、現在のルーマニア地域に住み、開発作業をしたロケットの先駆者である。 コンラットハースにちなむ。この3段ロケットは低軌道に4 0 0ラムの米ロードを投入する性能を有する。初飛行はヨーロピアンルナエクスプローラーの宇宙機を乗せて2011年の初めをめどに現在計画が進められている。アルカはグーグルルナーエックスプライズに参加しており2009年から一連のエンジンの試験を開始した。アルカは太陽熱。 ヘリウム気球を彼らの宇宙計画に使用することを止めたので終了された。ハースの開発に先立ち、アルカはすでに2機のスタビロロケットを気球から打ち上げている。ハースには衛星投入能力を有する2段式打ち上げ機で、イヤ111超音速機の胴体下部に搭載して空中から発射する。動力は新開発のエグゼキューター液体燃料、ロケットエンジンで、 アルカで開発中である。打ち上げ予定高度は約1万7000メートルで低軌道に400キログラムのペロードを投入予定である。ブカレストの勝利広場で展示されたハース 2C ロケットハース 2C ロケットハース 2C はエグゼキューターエンジンの試験用の機体である。単弾式宇宙輸送機のための軽量のタンクを備え2012年6月の 時点では2013年初頭の打ち上げを予定していた。アルカスペースはエグゼキューターエンジンの飛行試験の成功後、Google ル,ルナー X プライズ競技で勝つためにハース2 c を原型とした多段式ロケットの開発を予定する。エンジンの試験は2012年6月に開始予定だった。ありがとうございます。